洒落てるじゃないですか。やっぱりとにかくカエルさんはセンスがいいんで、ウィットで包んでるというか、無駄がないミニマルな表現。ハッピーアワーというタイトルにしようかと。無名な人たちというか、まあ、普通の人たちをテーマに書いていって、お客さんとコミュニケーション取れないかなと思って書いていったシリーズ。傍から見るとちょっと寂しそうには見えるかなと思うんだけど、本人の中ではすごく楽しんでるというか、まあ、ポジティブなイメージ。どんなものが出てくるのかすごく楽しみです。何やってもね、もううまくいくと思うんで、そこでその個展をできることは本当に嬉しいなと思ってます。遊びに来てください。